カー香港ケンタチャンネル、ケンタです。おはようございます。では本日も早速やっていきましょう。さあ本日1月5日水曜日です。現在時刻6時55分です。本日最高気温22度、最低気温17度で曇り時々雨ですね。降水確率が 20% なので傘を持っておくといいと思います。以上天気予報でした。続きましてコロナ感染者数やっていきたいと思います。昨日の感染者数は39名でした。うち39名が国外から入国者です。国内感染者予備者は0名です。いや39名、なんか最近ちょっと入ってきすぎな気がするんですけどね。どうなんでしょう。以上あのコロナ感染者数でした。続きましてワクチン接種者の数でやっていきたいと思います。2日前の数字で1回以上のワクチン接種完了したのが490万飛んで8997人、人口の 65.6% でした。必要回数以上のワクチン接種完了したのが467万4100トンで7人、人口の 62.5% でした。ブースター接種済みが42万1175人、人口の 5.6% です。以上コロナ関係のニュースでした。さあ本日もビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻7時31分です。ビットコインの価格は45,970ドル26セントでした。ここ24時間の値動き見てても、なんか昨日ねちょっと上がった感じがするんですけど、夜の方にね、でまた落ちてきてしまってるっていう感じですね。まあほぼほぼ、ちょっとずつ落ちてるという、そんな感じのイメージです。以上ビットコインの価格でした。さあ今日からね、なんかいろいろと、僕の使っているなんていうのかな、ガジェットのアクセサリー、 iPhone のアクセサリーだとか、そういった中で買って本当に良かったなって思うものをいくつか紹介していきたいと思います。まずはね、私が一番使っているもの、要は、去年買って良かったもの、それのね1位に輝いた iPad mini につけてるこのバンド、これ Amazon で見つけました。リンクは概要欄に貼っとくので、もし興味あれば、購入してみてほしいんですが、これ最高。これをつけてから片手操作がね非常にねしやすくなったのと、やっぱメディア消費マシンなので片手で持てるっていうのは非常に大事なのと、私の場合はねこれで LINE も、メールも全て返事をここで書いてるので、いや歩きながらね使う上でやっぱちょっとね何かでこう支えてないと手が疲れてしまう。特にねスマホで小指でねスマホの底を持つ、 iPad もねそんな感じで持ってたんですけど、いやこれを入手してから本当手の疲れがね激変しました。これね多分ね私が最近買ったガジェット用アクセサリーの中で、最も優れてるって思った一品ですとね。まあこんな感じでね、できる限り1000円から2000円、まあ2000円以内かなぐらいのその安いガジェットのアクセサリーを、しばらくの間紹介していけたら紹介していきたいなと思ってるので、まあ週1ぐらいでこういうの見つけて話していこうと思います。でね本当にね私が使ってるものしか紹介しないので、とあとはですね私の使い方に合ってるってだけで、そうでもないかの人もたくさんいると思うので、その辺はねまた別途、コメントで教えてもらえると面白いかなと思います。で、アクセサリーでね、私はこういうの使ってますよっていうのあればぜひどしどしコメントください。その中でね私の興味を引くものがあればまた、購入していきたいなと思います。私が現在住んでるこの香港ね、まあ、中国に非常に近いので、タオバオっていうね、日本でいうとこのアマゾンとか楽天とか、まあそれよりもね多分ね物の数だけで言ったらね圧倒的に多いような気がするんですけど、まあそこにですね、まあなんてゴミのようなものから、まあ日本そう普通の人では考えられないような商品がね結構ね出回ってるので、でまあやっぱねアマゾンとか楽天にもあるのかなちょっと分かんないですけど、中国のねそういったところから見つけ出してきて売ってる人たちたくさんいるので、まあそういう人たちのね役に立ちたいと思ってるわけじゃないんですけど、
まあ、いいものはね、本当にいいので、ぜひ紹介していきたいなと思ってます。今日一発目、一番なんかね、くだらなさそうなんですけど、最高に僕の役に立ってる、一つ目のアイテムです。ということで、事務所も近づいてきたので、本日ここまでとさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん良い一日をお過ごしください。ジョイキン、またね。バイバーイ。